エルストン、ジーン・ハーワードは、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイス出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。ハワードは1929年2月23日に、ミズーリ州セントルイスで生まれる。6歳の時に両親が離婚、母方で育てられることになるが、その後セントルイスのバション高等学校に入学する。1948年、19歳のハワードは500ドルの、 契約金で、ニグロリーグの名門で、バック・オニール率いるカンザスシティ・モナークスと契約を、結びプロ野球選手としてスタートする。モナークス在籍時、ハワードは、外野手として力をつけるほか、チームメイトには後にシカゴ・カブスで活躍する、アーニー・バンクスも在籍し、ハワードとルームメイトだった。1950年、ニューヨーク・ヤンキースのスカウトに見出されて、契約を結び、 ヤンキース参加のマイナーチームでプレーするが、翌1951年から1952年まで兵役で陸軍に従軍したため、現役を中断。1953年に兵役より復帰し、この年より保守にコンバートされ、2年間トリプル A 級のマイナーチームでプレーする。1955年4月14日に左翼手としてメジャーデビューを果たし、 ヤンキース初のアフリカ系アメリカ人野球選手となった。デビュー年は97試合出場で打率290、10本類打、43打点をマークしたが、ハワードのポジションについては、ケイシー・ステンゲル監督も悩み、当時は正捕手にヨギベラがおり、ガイアもミッキー・マントルやハンク・バウアーがいたため、ハワードは控え捕手、外野手としての出場が多かった。 1960年代よりベラから正保守を譲られる形でヤンキースの正保守として多く出場するようになる。ワールドシリーズでのゴーダも健在だった。1963年はキャリアハイのシーズンで打率287、28本塁打、85打点の成績でアメリカンリーグのアフリカ系アメリカ人として初の MVP に選出されまた、 初のゴールドグラブ賞も受賞した。またオールスターには1957年から9年連続で選出された。1960年代半ばからハワードも衰えが見え、打率も2割5部台となり、1967年8月3日にボストンレッドソックスへトレードで移籍。しかし、同年の打率は1割台だったというが、それでも同年のワールドシリーズに出場し本類打を、 放ったのが最後の輝きだった。翌1968年シーズンを最後に現役を引退した。引退後は1969年から1978年までフルスヤンキースで一塁コーチを務めた。特に1977年6月に起きた対レッドソックス戦でのビリー・マーティン監督とレジー・ジャクソンの選手交代で起きた大喧嘩では同じく コーチとなっていたヨギベラと共にハワードは懸命な仲裁を行った。晩年は心臓病に見舞われ、1980年12月14日、心筋炎のためニューヨークの病院で死去。まだ51歳だった。ハワードのヤンキース在籍時の背番号、32。ニューヨークヤンキースの永久欠番に1984年、指定。死後。 1981年シーズンのヤンキースは1年、通してハワードの模証をつけてプレーし、その3年後の1984年7月21日、ヤンキースはハワードの在籍時の背番号32を永久欠番に指定した。ありがとうございます。